さあここからは記者解説のコーナーナです、えー、今朝は北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射しましたけれども、うんえー、韓国軍によりますと発射は合わせて3発、えー、そのうち1発が ICBM= 大陸間弾道ミサイルという形で推定されています、えー、それでは早速韓国ソウル支局の井上支局長と結びたいと思います井上さん聞こえてますでしょうかあお願いします はい、まずあの最新情報からお願いいでできますでしょうかいはい、先ほどから何度かニュースでお伝えをしていますけれども、韓国軍の発表によりますと、北朝鮮は午前6時ごろ、37分ごろ、42分ごろの計3回、弾道ミサイルを発射しているんですね。発射地点は最近の発射地点と同じ、平壌近郊のスナンからです。 日本海へ向け発射したとということですそして最初の一発について韓国軍は最高高度はおよそ540キロそして飛距離は360キロと分析をしていてこれがですね ICBM 大陸間弾道ミサイルの可能性があるとしていますそして私の後ろのテレビにも先ほど映っていたんですけども韓国の国防次官がですね、うん、韓国メディアのニュース番組に先ほど出演をして以前の火星17の発射の時と、うん、似ていると、なので今回の一番最初のこの ICBM と想定されるものは火星17の可能性があると具体的に言及を行いました、これが今のところの最新情報になります。うん、なるほど 確か前回は3月の24日に火星17と称してミサイルを撃って 北朝鮮としては火星17の打ち上げに成功したというふうな形で言っててしばらく数日してからあれやっぱり火星15だったんじゃないのという,ふうな情報もね前回の,の ICBM の時にはありましたけれどもまあ今回の見立てでは火星17ではないかということだったんですがまあそれにしましても今回あの井上さん驚いたのがやっぱり立て続けに3発発射したということだったんですがこれはやはりあの井上さんとしてもちょっと。 おっと思われましたでしょうか。どうでしたか。そうですね。あの北朝鮮が複数のミサイルを発射することを。 と,というのは、えー、決して珍しいことではないんですよね以前動画が出たところでいきますと9月にあのー、列車の上から打ったミサイル覚えていらっしゃいますでしょうか 2>,、はい、2つ起こしてですね発射した、うん、あれも5分ほど差があって、えー、2発連続だったんですねただ今回今朝の3発というのはちょっと時間差があったんですね、うん、1>, 1発目が6時でその後30分以上空いて2発撃ってきたとまあ私もですね当然朝その発射の一方で起きてですね急いでそ 速報を作ってその後の自分の取材をこう頭の中で組み立てるわけですけれども一旦終わったと海保が海に落ちたというような速報を出したのでああ一旦今回も終わったかなと思ったところをまた2発飛んできたのでおっとっととちょびっくりしたのは覚えてますすこれでね3発っていうあのはあまり聞かないかなと思うんですけれども狙いとして考えられることっていうのはいかがですか。 そうですね複数の理由があると思うんですけどもまずはですね複数のミサイルをどんどん撃つことができると立て続けて発射ができるというこの実践の連動を示す狙いというのが一つあると思います、うん、もう一つはですね続けて短い間隔でミサイルを撃つことで アメリカ、日本、韓国がどのような探知をして発表を行うかを見ることで、それらの国のですね、探知資産がどうなっているか、また地球は丸いので、飛ばすものもいろんなものを飛ばせばですね、どれがよく見えてど、どどれがよく見れないのかというのをですね、非常にこう向こう側としてわかるということですね。またもう一つは最初の一発目、先ほどお伝えした通り、ICBM 想定ということでしたよね。その後の二発は別のミサイル、おそらく以前発射した。 掴んでいる方ではないかと見られていることからこれですね短距離と長距離のミサイルを組み合わせて複合的に発射しているんですねより実践的な発射のまあ、訓練を行っているというような見方もできると思います現にですね分析の結果が日本の防衛省と韓国軍で変わっていますよね韓国は3発とはっきり言っていて日本側は2発以上と言ってますこの辺りやはりちょっと差が出てきてるのも打ち方がですね非常に変則的になっている こととが原因だ思われます複数発撃つことで,です、ね、各国のです、ね、探知能力とかをです、ね、試していた側面もあると思うんですけれども現にです、ね、まだ、あ、日本は3発目については調査中だというふうに日本側の発表出てますけれどもこの辺りというのは今井さんどう見ますか そうですね。あのミサイルというのはまあ上に向かって撃つわけですけども、地球は丸いので日本から見る方が韓国に比べて不利なんですね。うん、そして今回で言うと二発目が高度20キロ程度の後。 ななくなったたつまり消失したと言われているんですねこれはどういうことかというと、まあ、探知できるそのレーダーとかいろんなものの範囲から、まあ、下にずれてしまって見えなくなったということなんですね。まあ、この辺日本からだと見えなかったのかもしれませんしちょっと詳しいことは分かりませんけども、まあ、やはり距離の部分で差があるというのが出てるるんだと思いますねうんなるほどあの、まあ、この日本と韓国をめぐる動きとしてはバイデン大統領がちょうど、ね、昨日まで日本にいましてちょうど今日朝ですね えー、ミサイルを撃ったタイミングではバイデン大統領はちょうどエアフォースワンに乗っている時間ですよねまだアメリカに着く前でしたけれどもこのあたりの狙いっていうのはどうううなんででしょうかそうですねもちろん狙って撃っているんだと思います。うん 貴重な弾道ミサイルの発射ですから北朝鮮も最も効果的なタイミングで撃ちたいはずですねバイデン大統領が乗ったエアフォースワンが飛んでいる間に撃ったということで韓国で行われた NSC の会議の中でもそこに注目する話があったということです。 私がバイデン大統領の訪韓前に取材をした朝鮮労働党の元幹部はですね大統領が一連の東アジア訪問の日程を終えるまでは米朝対話の空気が完全に壊れてしまうような核実験や ICBM はまあ行わないのではないかその後になるのではないかという,ふうに分析をしていたことを思い出しました。 えー、私ですら、ですね昨日バイデン大統領が帰国したという方、まあ、ニュースを見て、ですねあいよいよこれは打ってくるなと思ったぐらいですから、まあ、韓国、アメリカ、日本3カ国の政府も、来るだろうと、今日の朝はですね身構えていたに違いないと思います結構、関係者の多くが、来るならここかなというふうなタイミングだったわけですね。 まあそうですねあのアメリカの報道を覚えていらっしゃるか分かりませんけれどもそこではですねバイデン大統領の訪韓、訪日に合わせて発射や、うんえー、核実験がある可能性があると、まあ、いつでもあるというような状況を言っていたんですね韓国はちょっと報じ方変わってまして最初はですね核実験はそこまでかなとただミサイルの発射はあるだろうとしていたのが、まあ、バイデン大統領が到着するとともに両方とも準備完了で差し迫った脅威だと言い直したんですね。うんまあ、私が取材した その北朝鮮に詳しい元労働党の幹部は逆に、ですね喧嘩は先に仕掛けるものではないんだと向こう側がどういった言動をして何をしてくるかを見てから撃てばいいのであって先にそれを撃ってですねバイデン大統領を怒らせて日本と韓国をこう渡り歩いてですね自分たちに対して厳しい、より厳しい何かをまとめられるよりはまあ出方を見た方がいいというのがまあ中にいた人の意見でしたね。なるほど まあ今回はその ICBM およそ2ヶ月ぶりだったというふうに思うんですけれども今、このカレンダーで出ているようにとはいえ、そうは言ってもこの北朝鮮ですね、今年に入って本当にそのミサイルを発射するというのはもう異例のペースだと思うんですけれどもこのあたりは北朝鮮側の狙いとかは井上支局長はどういうふうに見てますか。 そうですねまあいろんな理由が指摘をされているんですけどもやはり北朝鮮という国は社会主義の国ですから最も大きいのは自分たちの計画なんですね。北朝鮮自体が定めた兵器開発のスケジュールに従って行われたものだというのがまずあると思います。外的な要因ももありますすけども核やミサイルののの開発の継続というのはですね 党大会でこれ金正恩総書記も当然入っている会議で示された絶対方針ですのでこれは変えることはできないわけですね、うん、北朝鮮はアメリカとの対話で自分たちが核保有国だということを認めさせて安保を確たるものにすることが最終目的なわけです、うん、核を持たないウクライナがロシアに侵攻される様子を見てですねまたロシアが核を持っていることでアメリカがですね NATO とともにロシアに対してあまり強く出れない なかったこの様子を見て金正恩総書記はやはり核の力というのを確信してですね核兵器やそれを搭載するミサイルの開発というのを急加速していますこれがまず1つ目の多く発射が続いていることの要因だと思いますもう1つは外的な要因です韓国で北朝鮮に強硬なユン・ソンニョル大統領が誕生しました選挙中からユンさんはですね北朝鮮に対して厳しい発言を繰り返しています 今回の米韓首脳会談でも米韓両国がです、ね、対北朝鮮で結束を強めている中ですのでここに対する対抗措置という位置づけもあると思いますまた、もう一つはです、ね、周りの環境アメリカと中国が対立しているアメリカとロシアも対立しているそんな中で北朝鮮という国がどちらの側に立つのか岸を鮮明にしてです、ね、いわゆる全体国家の 中に加わって対アメリカ闘争に自分たちも参加しているんだというのを示す狙いがあるんだと思いますうんその北朝鮮側の狙いというか核の実戦配備というところで、まあ、今回言われているのはその、まあ、ミサイルの発射と同時にやはり、まあ、月内にもその核実験が行われるのではないかという,ふうに言われていて先ほど ABEMA の,の画面でもお伝えしたかと思うんですけれども韓国政府がその核起爆装置の試験 えー、試験実施の最終段階最終段階に入っているということで、もうこれはあの核実験もあのかなり近いのではないかというような形で、どうも、うん、あの発表しているような節があるんですけれども、このあたり、やはりあの警戒される核実験、このあたりは井上支局長はどういうふうに見てますかはい私もですねこれは必ず近く行われるものと予想しています。えー これはですねやはり必要性とタイミングの問題なんだと思うんですよね必要性としては今申し上げたような北朝鮮の兵器開発スケジュールがありますのでそこに向けた必要な実験は行われるということですすでに開発が終了している ICBM や SLBM もですねこれ単なる運搬手段ですので核兵器を積むことができなければまあ、ロケットと変わりがないわけですねそこに搭載する小型,のです、ね、小型化に成功している したと言われている新型の核爆弾の実験に成功して初めてこれ実戦配備への道が開かれるわけですね、うん 対米核抑止力として成立をさせるためにはこの実験が必ず必要なわけです、うん、ウクライナを見てまあ核心を強めた金正恩総書記はまあ近く実験を実施するのではないでしょうか、うん、次にタイミングですね、はい、簡単に言うと北朝鮮にとってはこれ今がちょうどいいんだと思うんですねなぜかと言いますとまあロシアがですね核の使用をまあウクライナ情勢の中でちらつかせていますよね。核の脅威が世界的に高まっている こうした中で核実験を実施することができれば自分たちが核保有国であり自分たちに手を出したらどういうことになるか分かるなというのをですね世界に強く広く印象づけることができるんですねまた先ほどの話でもちょっとかぶるんですけどもまあ中国がアメリカと対立を強めていますのでさすがの中国もいつも核実験にはこう反対の立場をしょあの言ってくるんですけども今回についてはいつもほどですねえ実験を実施したとして まあ、きつく言われないだろうというような計算もあるんだと思いますタイミングとかだと誰々のこう記念日とか,なんかそういう時に実施するイメージがあるんですけれども、うん、今、この核実験ということに言ってしまえばです、ね、じゃあ明日かもしれないもうそれぐらい差し迫っているとすでにそのバイデン大統領が来る前からですね すで、えー、に準備は完了していていつ行われてもおかしくないと言われていましたので、まあこれいつあってもおかしくないと思いますね。なるほど。あのまあ今ですね、このスケジュールにも出てるように、あの5月12日にはですね、コロナの感染者が初めて北朝鮮で公表されました。うん、であのこれで、ね、北朝鮮のじゃ僕が例えば国民だったとしたら、今アメリカとか日本からですねワクチンとかそういう支援を引き出さないといけないタイミングなわけじゃないですか。ただそうそこでですね核実験やミサイル発射をしてしまうとですね、そういったもの のも期待できなくなるんじゃないかと思うんですがそのただ、まあそうですね,、まあ、ただですねそのいわゆるアメリカ、韓国、日本といった西側諸国から支援を受けるかというとそこはちょっと懐疑的ですね、北朝鮮はメンツを大きく重んじる国ですのでそこから援助を受けるくらいなら自力構成するでしょうしまあ そこじゃなくてもですねロシアだったり中国だったり友好的な国家は他にあるわけですので韓国やアメリカに頼る必要はないんですね、うん、ただ、今おっしゃったようにですねこれ北朝鮮に住んでいる人々の気持ちになって考えるとですねコロナで非常に大変でもう明日死ぬか生きるかという中でですね ミサイルをバンバン撃って核実験をしていたら、まあ、人民の気持ちとしては今、力入れるのそこじゃないだろうと思うかもしれませんし実際に韓国の専門家もそういう計算をした上でえで、ー、今回の実施はないんじゃないかと指摘している人もいるんですただ、ですね私が思うには北朝鮮という国はちょっと変わった特別な空間ですよね普通の国とは違います。はい 韓国政府の関係者の言葉を借りればですね北朝鮮というのはエリート階層と庶民の状況というのがですねリンクしない特別な社会なんだと言っているんですね、まあ、これつまりどういうことかというとどんなに国が大変な状況になっていても、まあ、偉大な指導者である金正恩総書記が一旦命じればそのことは必ず実施をしなければいけないしされるわけなんですね。ね、まあ、別ののの北朝鮮の専門家はむししろコロナ禍の中にあって厳しい 東京ににあるからこそ東アジアをバイデン大統領が訪問したタイミングで韓国に対しても日本に対しても、まあ、核実験や ICBM といったです、ね、強い手段を行うことで対抗している姿勢を強く示して自分が偉大なリーダーなんだということを国内にも国外,国外にも示すねらいがあるのではないかと見ています。うんはい